ドルトムント中央駅は、ドイツのルトライン・ウエストファーレン州、アルンスベルク行政管区ドルトムントにある、ドイツ鉄道の鉄道駅である。ドルトムント中央駅はドイツでは長距離輸送で3番目に、大きな分岐駅であり、ラインルール地方では重要な鉄道駅となっている。ドイツに21あるカテゴリー1に指定される、大駅。 S バーンを除いても982本の列車が毎日ドルトムント中央駅を行き交う。南側に串型ホーム2面4線、北側に島式ホーム6面12線を有する地上駅である。年間旅客数は4563万人で、1日平均約12万5000人である。当駅はもともとケルンミンダナー鉄道とベルギッシュ・メルキッシュ鉄道の接続駅として、 市の中心部の北側2847年に建設された。駅は1910年の殿下により現在地に移転された。交通の流れを良くするため、築堤となっているのが特徴的である。開業時、ドイツでも最も大きな駅の一つであった。しかし、第二次世界大戦中の1944年10月6日に連合国の空襲によって破壊された。 戦後、1952年に駅のホールが現代的な姿で再建された。ウィキメディアコモンズにはドルトムント中央駅に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。